川地が出たんですけど。ああ、そう、クーさん大好きな川地クーでさんす大好けきどや。なも、私はそこでちょっと怒っている。んでなんで？今回、川路が主人公じゃないし、まあ、それほどおそらく重要な役割はしないだろうから、まあ、ああいう演出になったんだと思うんですよ。平岡円四郎って言って、まあ、後に慶喜の片腕になるぐらいの人になるんだけれども、まあ、その人の登場シーンなんで、まあ、そっちをね、メインに持ってくるために、ああいうふうな演出にしたんだと思うんですけど、川路ね、当時ね、勘定奉行なんですよ。勘定奉行がさ、旗本とはいえ、全然ペーペーの下のところの人の家にテクテク行って、水戸のお使いみたいに、慶喜さんのところに、なんか、近習欲しいって言ってるから、使えてくれないかいって言って、行くっていう話よ。で、それでね、平岡円四郎っていうのも、ちょっと今回なんか旗本で、下々のことをよく知ってるっていう演出なんだろうけれども、ああいうなんか芸者さんを奥さんにもらって、こう、チャラチャラしてるっていうか、こう、放蕩三昧してるような描き方をしてたじゃないですか。堤真一のね、なんか奥さんが木村佳乃さんで、ちょっとこう、荒っぽい感じの人で、うん。あれはね、フィクションというか、演出なんですわ。平岡円四郎っていうのは、もともとはね、この人も別の家から平岡家に養子に入った人ではあるんですけれども、昌平黌、昌平坂学問所ね、幕府の学校ですよね、秀才、逸材って言われたぐらいの、ものすごい頭のいい人なんだけど、もう本の虫。今で言ったら本当にもう研究一筋みたいな、ちょっと言い過ぎかもしれないけど、コミュ障。人との付き合いは苦手だから、もう私は人とは付き合いたくありませんっていうようなタイプだったんですよね。だからこそ、一橋家の慶喜の近習にって言われた時に、お側用人とかそういう近習の人っていうのは、ものすごいコミュニケーション能力ないといけないじゃないですか。使える主人の先を先をって呼んで、面倒見なきゃいけないし、対外的なね、いろんな外交能力みたいなのも必要な仕事だから、無愛想でずっと本読んで研究してるようなタイプが、なれるもんじゃないんですよ。だから、平岡円四郎は最初断る。断るっていうのはね、史実なんだけど。でもなんかもっと、俺なんて、みたいな、なんか軽いノリだったっぽ軽いノかった。リだったでしょ。だからね、あの辺が演出として、後にはすごくね、一橋慶喜を将軍にするために、ものすごい外交能力を発揮するので、コロッとこうね、人格変わるじゃないけど、学んでいってね、外交も学んでいって、で、それを手取り足取り教えたのが、実は慶喜君なんですけどね。慶喜君のご教育によって、まあ変わるっていう部分があるんだけれども、そこをまあいちいちやってるのもめんどくさいっていうんで、最初からああいう形にしてるのかなというのは思うんだけれども、昌平学でもずっと本ばっかり読んで研究してるような人だし、夢は川路なんですよ。勘定方に入って己の能力才覚で出世していく、もう川路がその見本じゃないですか。その川路みたいに俺はなるんだってもう目指してたから、それを一橋で、その自分の苦手なこう外交とか偉いさんにちょっとへいこらするような、そんな仕事俺は嫌だっていうね、言うんで断るんですよね。で、しかも、まあ、今度のね、第4回でやるとは思うんですけれども、一橋家に言われてね、入っていった時に、1ヶ月、書庫で籠城して、故障の仕事しなかったっていう人だから。吉野部君がそういう変人というかね、悪の強いのが好きだから、栄一もそうなんだけど、ちょっと変わってるのが好きなんですよ、吉野部君はね。まあ、自分が変わってるせいかもしれないけど。なので、こいつちょっとなんか気に入ったって、逆に気に入っちゃって、自分はそんな外交とか、そういう対外的なこと嫌いなんです。礼儀作法とかもね、江戸城に行ってそんなお偉いさんと会うなんてダメですっていうのを、俺が手取り足取り教えてあげるから、言うカノーンって言って、で、それ本当に手取り足取り教えて、成長して、堤真一が変わっていくっていう、円四郎君、百変化みたいに変わっていって、180度変わって、ものすごい外交の達人みたいになっていって、っていう話になるんだけれどもね、歴史上はね、ドラマの方でどうなるか分かりません。何しろ堤真一ですから、元からもうね、うまいからね。っていうのがまあ一つ。だからね、勘定奉行って言ったら、勘定方の一番トップ、偉い人じゃないですか。円四郎の方は、これから勘定方に入って上り詰めていくぜっていう、まあ、ペーペーですよね、言ってみればね。なので、社長が、なんかどっかよその会社が、そのお前んとこのペーペーちょっと欲しいんだけど、くれないって言われて、じゃあ、まあいいよ、話つけるよって言って、で、わざわざそのペーペーの平社員の家に行くっていう話ですよ。普通、社長室に呼びつけないかいっていうね。普通はちゃんと勘定奉行のお屋敷に呼び出して、これこれこういうのが来ておるがいかがじゃっていうね、ちょっとかっこいいシーンだったはずなのに、なんだかちょっと悲しいシーンになっていたのが、川路ファンとしては ちなるょっとほね、みたいど。な。ちょっと残念だった。せっかく川路が大河に出たのにっていうね。ファンとしてちょっと残念だったシーンですね。川路ってあんまり大河に出ないの？あんまり出ないのよ。だから今回すっごい楽しみでワクワクしてたんだけどね。
あんなかっこいいのになんで、すごいねイケメンじゃないせいだと思うんで、やってることはすっごい男っぽいしかっこいいのに、顔が悪いだけで評価が低い、悲しい。私は可愛い顔してるのに。じゃあ今度その時代のイケメンベスト10とかやりたいな。できれば顔のイケメンと内面のイケメンとかね。そうですね、内面のイケメンはいっぱいいるよ。基本顔でいいや。わかりやすい。見た目見た目大事大事。あとね、もう一つ、平岡円四郎の奥さんがどんな人かわからないんで、芸者上がりのね、ちょっとあだっぽいお姉さんが、うん、奥さんやってるのはもう完全にフィクションで、ドラマの演出なんだと思うんですけども、うん、あの家よ、仮にも旗本なわけよ。いくら禄が低いにしたって、あんなね、胸割り長屋のね、浪人じゃないんだから、旗本の屋敷というのはちゃんと拝領屋敷って言って、幕府から土地と建物をもらうわけですよ。そこそこ広いし、そこそこ部屋もあるし、どんそんなに貧しくても武士であるっていう格式、旗本であるっていう格式を保つために女中と下男はいるのよ。どんなに貧乏でも、もう本当貧しくてもね、雇わなければいけない悲しい宿命みたいなのがあるんですよ。見え張らないといけないからね、うん、だからあんな胸張り長屋みたいなところで奥さんが中継ぎして、はいどうぞって、あんな狭い部屋で主人と会うのはいくらなんでもね、ドラマの美術さんがね、まあ演出としてね、ああいう無頼な雰囲気を出したかったんでしょうが、平岡円四郎旗本家としても悲しかったし、そこへなんかお使いに行かされる川路もかわいそうだったしという、ちょっとね楽しみにしていただけに残念なシーンでした。普通に見てました。